やっていきましょう、ヘビーレイン。続きから。前回のプレイがね、もう18日ぐらい前なんでね、ありがとうございます。18日ぐらい前なんで、もう登場人物の名前すっかり忘れてると思いますけども、許してください。さあ、やっていこう。配信は超低遅延ではなく通常の遅延なのでだいぶ遅れてると思います。でまあね、このゲームものすごいそのミステリーかつサスペンスっていう感じなんで、基本的にはまあ配信しててどないやねんっていう話なんですけど、コメントを基本的に見ずにスーパー独り言プレイをしていこうと思っております。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう、続きから。まあ操作方法に関しては直感的にね、操作できるやつやから。第二の試練でね、発電所行ってボロボロになって、帰ってきた E さんやったっけな、をこの女の人が見つけるところからやね。ひどい。よし、折り紙殺人鬼っつうのは誰なのかと。あ、もうこれ以上進めんのか。あれ、胸元からも血出てない？それはもともとしてた怪我か。連打やな。肋骨が折れてたはずやもんな。どっちの声？これ。で、上。うわ、もう血がすげえな。ガラス避けへんからこんなことなるんやで。イーサン、ねえ、聞こえる？ああ、起きた。ひどい熱だわ。熱も出てんのか。まあ、熱より先にちょっといろんな切り傷の方見た方がええと思うけど。この胸のは火傷の跡。王じゃないか。傷の手当てをするから服を脱がすわね。お前も脱げよとか言わへん、イーサン。ああ、痛そうやで。うわ。胸毛もチリチリなってるやん。一回横座るんかい。一回横にまた座るんかい。触るのこれ。ひどいやけど。私に手当てができるかしら。あんま触りなよ。こいつ結構怖いな。ちょっと一回起きるか。手当てできんのかって。薬この辺やったな。全部持っていくんや。それ
肋骨折れてる下りの時もそれやってくれたらよくない？よくなかった？全部持っていくやつ、うん、医者じゃないけどできる限りのことはするわ。まあまず消毒でしょ。あ、ちょっと待って、思考を見るってあったよな。薬はちゃんと選んで手当てしてるのよ。殺してどうするの。いきなり何のセルフツッコミ。落ち着きなさい。私にも手当てはできるはず。やけど用の軟膏と傷の消毒薬があるわ。大体でもベポラップ塗っといたら大丈夫じゃない。解熱剤と鎮痛剤と抗生物質に睡眠薬か。睡眠薬はやばくない。こんな状態で睡眠薬を与えたら本当に眠っちゃうわよ、永遠に。解熱剤と鎮痛剤と抗生物質に睡眠薬か、うん、よし、とりあえずまあ消毒はとりあえず何でもしといたらええわな。おい、もうこれは消毒薬よ。やけどには効かないわ。セルフツッコミ。じゃあやめて。じゃあやめて。ああ腕の方にな。はいはい。うわーめっちゃ切れてるやん。もうこれは優しくか。おい。優しいな。傷は消毒したわ。そう。肘周辺しかやってない。この薬、解熱剤と鎮痛剤と抗生物質に睡眠薬か、まあ、軟膏、まあ、消毒したんやったら軟膏、うん、こっちな、腕の方な。ごめんなさい、切り傷に火傷の薬つけちゃった。なんでこれは火傷の薬な。遊んでるな結構。ベポラップないの。これで痛みは収まるわ。それにしてもイーサン喋らへんな。抗生物質、とりあえず熱あるから解熱剤やな。水 ないけど大丈夫。軟膏で飲む。解熱剤と鎮痛剤と抗生物質に睡眠薬か。絆創膏は腕の方やな。はい。はいはい、くる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 。足もボロボロやねんけどな。お、回す。ああなるほど、胴体にも巻くんか。できるのはここまで。気分はどう？イーサン。意識がない。意識ないんか。起きることを祈って。のやつやな。あーでも箱が出たまんまや。もうめっちゃ辛そうやん。足も傷さらけやねんけど。あーでもずっと見守ってくれてるやん。
ようここまでしてくれるもんやな。なんでやろな。お、来た。気分はどう？あんまり。どのぐらい寝てた？3時間くらい。3時間。なぜよくしてくれるんだ？知り合いでもないのに。そうやな、そうやな。まあその前にありがとうって言うたらって思うけど。記憶？洗濯の余地？ああ、しまった。そうするしかなかったのよ。放っておくわけにもいかないし。時間切れか。いやもうボロボロやん。不眠症でここにいるって言ってたっけ。第3、第4、第5の試練がもう、筆記問題じゃないと無理やで。ここ何ヶ月かちょっと嫌なことがあってね。忘れてしまいたいようなことばっかり。我慢はしてるんだけど難しいわね。問題？あなたトラブルに巻き込まれてるの？想像つかないくらいのね。そりゃそうやわな。仮説？マフィアとのトラブルとか借金とかそういうこと？全然答えてくれへん。マディソン、君には本当に感謝してる。でも君自身のためにも何も聞かない方がいい。うわ、これは、手伝うって言おうかな。手伝えることはないの？これは僕の問題なんだ。ちょっと触って。君はもう十分に助けてくれたよ。イーさんの気持ちもわかる。そう、行くわね。お大事に。マディソンおらんかったらもうとっくに終わってるからな、これ。いやー辛いな、イーさん。箱を見る前になんかないかな。あれ？あ、外か。いやー雨激しいな。今パッて、これパッてカーテン開けたらそこにマディソン立ってたらめっちゃ怖いけどな。窓のすぐ横に。全然立ち去ってないやん、マディソンってなるやつ。顔は綺麗やな。箱見るか。よいしょ。息子のために何かを犠牲にすることはできるか。マーブルストリート、また読み切れへんやつや。俺はやってない。誓ってやってねえ。事件とは何の関係もねえよ。やってねえ。じゃあ職務質問されてなぜ逃げた？こいつか。言っただろ、保護観察官に報告し忘れてたんだよ。無所には戻りたくねえ。大回りを見たら反射的にどうかしてたんだよ。やつの証言を調べました。少なくとも3件はアリバイがあります。やつなら犯人にぴったりだったのに。チキショー。犯人にぴったりって当てはめようとしてるやん、もう無理やり。あいつやばいな。
わかりました。ショーン・マーズの母親が来ています。警部補と話したいそうです。数ヶ月前のことです。真夜中で雨が降っていました。午前3時ごろずぶ濡れになってイーサンが帰ってきて、どこへ行っていたのか聞くと、彼は溺れるとか雨のこととか意味のわからないことを言って、やばいやばいやばい、彼の目つきがいつもと違って、まるで彼じゃないみたいで、どんどんイーサンが関係ないかもしれません。イーサンが犯人みたいになっていってる。ニュースで新たな犠牲者が出たって聞いて、折り紙殺人鬼の息子を見つけてお願いです。まあこのお母さんも、つかほんま BGM 大きいな。まあお母さんも必死やわな。私はカーター・ブレイク警部補、こっちは FBI のノーマン・ジェイデン捜査官。情報によるとイーサン・マーズはあなたの患者らしいですが、彼について質問を。申し訳ないがそれはできません。何ですって？守秘義務の制約ですよ。いかなる状況でも患者について語ることはできない。俺の仕事はショーン・マーズを生きたまま見つけることだ。あんたの誓いなんてクソくらいなんだよ。医者の同意。その通り。あ、間違えた。法的にボタン間違えた。あなたには話す義務があるんです。悪いが、私は協力できない。どうぞお引き取りください。協力してもらわないと、先生自身のためにも。助言。先生、子供の命がかかってるんです。知っていることを教えてください。脅迫ですか？助言しているだけですよ。従った方が身のためだ。ちょっと待って。同情は。ショーンの命がかかってるんですよ。知っていることを話してください。警察を呼んであなたの振る舞いに対して苦情を申し上げます。おいおい、ほら、もう。先生、俺を怒らせるなよ。おやめろ、もう。子供を助けやめろって。いい子にして質問に答えるんだ。やめろって、マジで。俺は本気で切れますよ。おい。もういいだろ。帰るぞ。こいつ、ほんま。あなたにこんなことをする権利は。おい。打ち壊しやな、こいつ。うわあ、もう。やめろって。いや、マジか、こいつ。めっちゃ苦しんでる。あ、先生。え、楽な方と苦しみすぎや。好きな方を。いや、やばい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 。おい、ちょ、待て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 。おい、ま、こいつ何してんの？ちょっと。おい。お前何してんねん。どうしたの、おまん。おじけづいたか。お手で泳がすのは嫌か。子供を助けたいんじゃないのかよ。俺だってあんたと同じようにショーン・マーズを助けたいが、こいつやばいな。そのためなら何をやってもいいというわけじゃない。こんな乱暴はやめるんだ。今すぐに。ちょっと注意してるやん。後悔するなよ、ジェイデン。心配するな。俺は物覚えがいいんだ。イーサンは長男を亡くした時から心に問題を抱えている。息子の死に負い目を感じて、重い神経症みたいなものだ。歴史体のイメージに怯え続けているんだよ。数週間前、いつもの診察の後に床でこれを見つけた。もしかして彼のポケットから落ちたものだ。やばいやばいやばい、これはやばい。つか精神科の先生も血出してもうて、ベポラップなさ。グッドコップ。いや、ブレイクはほんまバッドコップすぎるな。アッシュ、手の空いてるやつ全員イーサン・マーズの捜索に当てろ。24時間家を張り込ませろ。全ての機関にやつを探させるんだ。列車の駅、空港、バスのターミナルを見張れ。逃げられないようにこの町にいる警官総動員でイーサンを追うんだ。そうだ、イーサン・マーズが折り紙殺人鬼だ。ああ断定すんなよ。
こうなるとやっぱEさんではないっていうのが逆に確信になるな。なんじゃこれ。海外の打ちっぱなしってこういう感じなん。山荘になってる。一体何の話をするつもりだ。ん？ローレンには何も言わずに来た。後で家に迎えに行くか。町一番の高級ゴルフクラブか。アポにしては変な場所だな。こいつか。これはこれは昔なじみだな。長い棒に小さなボール、俺には理解できないスポーツだ。うん、うわ、なんかちょっと、ああ、もう全然腕伸びてないやん。いやもう触りたいだけは男の方が。これ俺もまあゴルフは全然できへんけど、左腕伸ばしとかなあかんね。伸ばしたまんまで振るんやで、あれ。いやもう全然俺でもわかるわ。ええな、ゴルフ。ナイスショット。ありがとう、よく来てくれたね。コーヒーはいかがかな。結構です。ゴルフは一度だけ。コースのオーナーには申し訳ないことをしましたよ。うん、面白いスポーツだ。力も必要だが、冷静さと正確さも要求される。何本か一緒に打たないか。ここなら芝を痛める心配もない。やります。やるんや。ジャケットを脱いでクラブを持ちたまえ。やるんや。まあまあ、やった方がいい、やっといた方がいいな。体格ええな。やりますって言うてこう一歩も動かへん俺。嘘、やります、やります。素手でやっても問題はないんですかね。どうやらダメみたいだな。置いて、クラブを正確にグリップすることが大事だ。準備ができたらスイングして。うわ、むずそうやな。そもそもあの持ち方がもう違うんやろな。なんかちょっと指重なった気するんやけどな。正しい持ち方って違うかな。まあいいや、なんとかなるやろ。ほい、ゆる。まあ最初のショットだし、次はもっと強く打つといい。でもあんなもんや、前に飛んだだけ偉いよ。クレイマーさん、ゴルフをするために私を呼び出したわけではないでしょう。息子のことを聞き回ってるそうだな。ああ、あいつの親父か。ええ、息子さんが折り紙殺人事件に関わってるか知りたくて。はい。おい。上。あ、これ溜めすぎてんのかな。タイミングよくコントローラー振らなあかんのかもしれん。これで上やって、ほい。おっしゃ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 。ええやん。私の息子は事件とは一切関係ない。ええやんって言えや。ならば私の調査を恐れる理由はない。君に息子を調査する権利はない。関係ないと言ったろう。
お言葉ですがクレイマンさん、誰を調査するかは私の自由ですよ。いやたださ、初日の配信の時も言ったけど、探偵ってよっ、誰にも依頼されずに調査するもんか。私にはそれなりの力が、理解のある相手には礼を尽くす。買収のつもりですか。なんでこいつは調査してるんや。君にとって何が得か教えているとでもしておこうか。いくらなら息子から手を引くかね。お、誤解されているようですね。その手には乗りません。息子に近づくな、シェルビー。後悔することになるぞ。ごきげんよう、クレーマーさん。金持ちに目つけられたんじゃない？どういう表情やこれは。高田純次とミノモンタ足して割ったみたいなおっさんやったな。